皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ、テリーのワンダーランドレトロですね、魔王討伐編やっていきたいと思います。前回旅の扉で仲間になったモンスターとかをいろいろ配合して、とりあえず最終メンバー、最終かって言われたらあれなんですけども、ヤマタナオロチ現在レベルは63ですね。攻撃力676あるんでマジでうちのエースアタッカーです。で、二軸弱を30まで上げて、こんな感じで、竜王は47レベルというところです。ちょっとみんなヒットポイント減ってんな。一回ベホまで回復しよう全員で。竜王ね、マジックパワーちょっとありすぎるんじゃないかって思ったんですけど、よくよく考えればベホマズン要員なんで、全然マジックパワーはあればあるだけいいっすね。というところで、魔王討伐編はまず最初竜王、うちの竜王と一緒なんですけれども、どっちが本物の竜王か、地位を決する時が来た。わしが王の中の王、竜王である。いや、わしが竜王である。世界の半分をよこせ。くれくれ、世界の半分をテリーにやろう。味方になるか。なる。よくぞ言った。ではそなたに世界の半分、闇の世界を与えよう、などとわしが言うと思って勝って思い知るがよい。結局戦闘になるのかよ。さて、竜王どうなんだろうな。今のレベル帯がどうなのかがよくわからない。とりあえずバイキルトを自分にかけて、クジャクちゃんどうなんだろうな。サムシン召喚しとくか一応。で、バイキルトは竜王の方がもう攻撃力高いからね、二軸弱より。来い、サムシン、ドラゴラム。マジか、いきなり竜に変化しやがったこいつ。だが、あ、フバーか。でもヒットポイントあるからな。どうなんだ、一回爆裂剣でどんだけ入るか試そう。で、そこからメラゾーマか攻撃か、とりあえず攻撃をして、こいつ攻撃用の特技がないかな。普通にぶん殴ろう。サムシン60、めちゃくちゃ強いんだけど1200くらい入る。あ、クジャクやっぱりあれだな。でももう凍える吹雪くらいだったらこのまま押し切るか。全員攻撃だな。サムシンで60当たるってことはそんなに防御力高くないよね、竜王。激しい炎も全然だし、弱っこれ見るとさ、竜王変化させたくないんだけど、8667。クジャクちゃんのレベルが上がった。わしを倒すとはただものではあるまい。弱かったな。ヤマタナオロチが強くなりすぎたか。では次、破壊の扉。ハーゴンだね。指導がいきなりいいのかなと思ったら、最初はハーゴンか、やっぱり。眠りを邪魔するもの？ハーゴンと知ってのことか知ってるよ。祈りをしてたんじゃなくて眠ってたんだっけ。あ、でもハーゴンだったらなんとかなりそうな気はするけどね。じゃあいつもの通りに最初はバイキルトをかけて、クジャクは特にないから攻撃して、あ、ちょっと待って、いや、いるかって言われたら微妙だけど、サムシン一応出しとこう。出すだけ出す。で、バイキルト、バイキルト来い、サムシン、ベギラモン。あんまり食らわないな。耐性はあるね。で、そっから爆裂剣の、てか爆裂剣がマジで強い。攻撃かメラゾーマかって言ったら多分攻撃の方が強いからな。疾風、こいつ疾風斬りばっか使う。あ、疾風斬りでどれくらいの防御力があるのかがなんとなくわかる。竜王よりはあるな。てかヨナズンもまあそれなりだな。まあもう一旦いけるな。2回攻撃とかしてこなければ全然大丈夫だな。まあ800、1000はいかないくらいか。まあ一旦全部で、え、なんかやってきたな誰かを呼ぼうとしてきたぞこいつ。そうか、さすがハーゴンっぽいな。まあ竜王の攻撃と弱戦は200きた。バズ、バズか。お前はまだバズしか呼べないんだな。ハーゴンといえども弱強くなりすぎたかなこっち。あ、経験値多い。
おのれ口をしや。お前の強さは認めてやろう。お前でもかなわぬものがこの世に存在する。なんだ塩らしいな。まだ魔物の匂いがする。あ、これで次指導か。あ、破壊の扉の旅の扉がまだ動いてるよ。これクリアしてないってことだな。じゃあもう一回突入するか。今度は指導がいる。ハーゴンは生贄になったか。我が名は破壊の神指導。我の求めるは破壊。と言ってもやることは変わらず、まずバイキルトかけて殴ってバイキルト。で何の攻撃してくるかだよね。輝く息か。でもまあ大して食らわないよな。耐性もあるし。また爆裂剣の。あともうぶん殴るしかないからな。あ、召喚してないわ。召喚とかターンの無駄だな。あ、これ自己スパッカー。竜王ちょっとやばいな。さすが指導。まあベホマズンで一気に回復するんだけどね。こっちがまだまだ先手は取れんな。まあ400超えてるかな素早さ。自己スパークを使われない限りは全然安全だな。自己スパーク使われたらベホマズンもらえよ。あ、150食らうか。でも自己スパークいくつ当たったっけ。まだいけんな。これ本当に1000当たんな。一人で単品で。あ、二軸弱効かないな。じゃあまだいける。強い。爆裂剣強すぎるんだけど。12000。山本のオロチが上がった。もう素早さと賢さをカンストしてるかんね。竜王もレベルアップ。消えよ破壊神よ。では次はドラクエ3バラモスから先だね。ついにここまで来たのか。哀れなる者どもよ。大魔王バラモスに逆らうなどとは身の程をわきまえる者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬよう腹渡を食らい尽くしてくれる。って言ってもさ、毎回別に蘇るけどね。で、ヤマタノオロチはまたバイキルトで、二軸弱の攻撃力がだいぶ竜王と近づいてきたかな。クジャクにもバイキルトかけるか。全員バイキルトでぶん殴る。これが一番強い。岩石投げで基本的になんか2回行動してこないからさ、だから楽なんだよね。まあ、精神統一とかしてきたら、まあ、2回行動にはなるんだけど、要はデフォルトでの2回行動がないから。あ、てかバーモス防御力高いな。でも攻撃単品しかしてこないからマジザコい。ガチでやることないな。精神統一して2回殴ってもしょうがないからね。精神統一して爆裂剣とかだったらいっぱい攻撃になるけど。ああ、なるほど、ジゴスパークは使ってくんのか。ジゴスパーク2回とかさ、なんかジゴスパークプラス灼熱とかなんかそういう感じで来られるときついけど、まあ、結局ベホマズンで全てはチャラになるんだけどね。またパターンは一緒。ジゴスパークを使われたら回復する。で結局やってくること指導と大して変わんないから、指導より守備力が高い。ただそれだけ。まあその分若干長期戦になるのか。ヒットポイントも多いのかな。単品攻撃だってそんな強いわけじゃないからね。スクルトかけてるわけじゃないし倒した。14000。経験値はどんどん多くなっていくな。己口をしや。そして大魔王ゾーマ、とうとう来た。生贄の祭壇によくぞ来た。すべてを滅ぼす者ゾーマ、すべての生命を我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くす。何故もがき生きる。滅びこそ我が喜び、死にゆく者こそ美しい。この言葉何回聞いたことか。さあゾーマ、お前の力見してもらおう。
ただやることは変わらず。バイキルトの攻撃のクジャクは、あ、しまった、クジャク死んだから竜王が先になっちゃったんだ。あの闘技場みたいなところでザラキかけられて死んだんだよな。クジャクにかけてクジャクは攻撃。いけ、ビッグバン。あんまり食らわないな。で爆裂剣の、じゃあ自分にかけて攻撃。あれ、ちょっと待って待って待って、どうなった。竜王にかけたのか最初。だから爆裂剣やってオロチにやってで攻撃か。オロチの方が早いから先に攻撃しちゃうけどしょうがない。あ、これで全員かかったね。輝く息、クジャクは効かない。どうしようかな、まだ一発いけそうな気がするから。いやでも早めに回復しとこう、マジックパーいっぱいあんだから。おお、いいねいいね、250くらい、まあ、大体250くらいか。バラモスは防御力高かったか。ビッグバン、めっちゃ食らうんだけど。危ねえ、ビッグバンはちょっと危ないな。常に食らったらベホマズンだな。でクジャク、一旦につき1200くらい渡るっていう感じか。あ、ビッグバン、うわやばい、2発食らったら落ちる火力を持ってるな。倒した。でもいや、ビッグバンがまあまあまあ強い。確かにボスは強くなっていってる、それはわかる。15000経験値も高くなってるからね。そしてクジャクもレベルアップ。おお、ジゴスパークって言っても使う場面がない。どうしよう、この3つはいらないってか、メラゾーママジいらないな。もう輝く息もいらないしな。攻撃のやつ1、2個で十分だったな。名を何と申す、名前を聞くのか。テリー、光ある限り闇もまたある、強くなればさらに強大なものがそなたの前に立ちはだかる。じゃあちょっとせっかくなんで神竜作っちゃいますか。ヤマトノオロチもったいないけど、でもまあまあまあしょうがない。でスカイドラゴンにヤマタナオロチを掛け合わせる。で神竜ですね。で神竜は一応竜王と掛け合わせることができるんで、竜王が男性なんでちょっと一応女性にしましょう。掛け合わせないけどね。女の子、 OKOK です。神竜プラス17。神竜だな。じゃあ OK です。で連れていきましょう。これで神竜が完成しました。まあレベル1だからね、ちょっと弱くなってるけど、うん、どうしようか。また20、30くらいまではやっぱりレベル上げてから次のところ行こうかなというところで、もうあの牧場とかね、全然あの竜王とクジャクと神竜はうちのパーティーにいるんで、牧場で今預かってんのってスラボーとスラオだけだからね。スラボーとかもう限界来てるし、42レベルでいつの間にか。ゴミスライム2匹しか今あの牧場にいないからね。で使い切ったな、マジで使い倒したわ。まあそんなところで、じゃあ魔王討伐戦、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。